皆さんこんにちは。1990年前後にかけて一世を風靡したアイドルグループココ。メンバー同士が不仲でいじめもあったと噂されています。1994年に解散しましたが、解散理由は一体何だったのでしょうか。また現在の活動についても詳しく調査していきたいと思います。ここは1989年フジテレビのバラエティ番組パラダイス55内の乙女塾出身者で結成された女性アイドルグループです。メンバーは宮前真希さん、羽田恵梨香さん、大野美希代さん、三浦理恵子さん、瀬野あずささんの5人です。羽田恵梨香さんと宮前真希さん、そして大野美希代さんが乙女塾1期メンバーで、三浦理恵子さんと瀬野あずささんが乙女塾2期メンバーでした。羽田恵梨香さん以外でごく一般的に知られているのは、現在も女優として活躍する三浦理恵子さんなのではないでしょうか。やはり皆さん、元アイドルだけあって現在も当時と変わらない美貌を保ち続けているメンバーが多いです。当初は5人で活動していましたが、1992年に瀬野あずささんが脱退、その後は4人で活動を続け、1994年に解散してしまいます。活動期間は1989年から1994年までの5年間でした。昔のアイドルはすぐに解散するグループが多かったですけど、今は結構長いですよね。羽田恵梨香さんが2016年11月にじっくり聞いたロースター近況報告からに出演、グループ時代メンバーと不仲だったことを明かしました。羽田恵梨香さん曰く、グループ内で派閥があり、ロケバスが異様な空気だったり、挨拶を無視されたりしたそうです。例えば5人のメンバーで4対1もしくは2対2対1になることがあり、羽田恵梨香さんはいつも一人で孤立していたとのこと。グループのイメージカラーも、三浦理恵子さんはピンク、瀬野あずささんが青、宮前真希さんが赤、大野美希代さんが黄色というパターンが多かったとのこと。それに対して羽田恵梨香さんは緑とかなり微妙なポジションでした。グループ内でかなり差があるように感じます。特に不仲だったメンバーにラジオやライブで悪口を言われ、放送ではピーオンで消されたことがありました。握手会なのに手を潰すつもりで強く握られたこともあったようです。さらにはライブでソロパートを歌うときに、いじめのリーダーのファンから生卵を投げつけられたこともあったとのこと。宮前真希さんが以前バラエティ番組では根田恵梨香さんをからかったことがあったそうです。なので宮前真希さんがいじめの首謀者ではないかと噂されています。羽田恵梨香さんが番組内でメンバーとの不仲を暴露した件を受け、宮前真希さんと交流がある女優でシンガーソングライターの田中幸美さんが SNS でこの件を否定しました。今日朝起きてニュースを見たら衝撃を受けた。いやいや、真実違うでしょ。なのにどうなってんの、呆れた、ひどいなぁ。リボンの元メンバーである松野有美さんもツイッターで不仲説を批判しています。何回も書いては消していたけど、やっぱり無理。メディアに出るためだったら何をしてもいいの、誰も得にはならないのに、名誉毀損だと思う、悲しい、と書いてみる。羽田恵梨香さん側に問題があったとも言えます。というのも、ココ加入当初、羽田恵梨香さんはメンバーから冗談でいじられても本気で受け止め、怒ることもあったそうです。もしかしたら冗談が通じない性格かもしれませんね。ファンからは、羽田恵梨香はいじめられているのでは?との投書がありました。おそらく他の4人のツッコミやいじりが頻繁にあり、ラジオでも過激ないじられ方をされていたため、ファンがいじめと勘違いしたようです。個人的な意見としては、アイドルは人に夢を与える仕事なのに、いじめなんてしていいのかなって思いました。グループ結成当初はまだお互いに素が出せてなく、しばらくは他のメンバーから、特に三浦理恵子さんから怖がられていた時期があったとのこと。しかしその後すぐに打ち解け、いつの間にかここのボケ担当と呼ばれるようになったそうです。羽田恵梨香さんについてメンバーは、初期と比べて性格的に丸くなったと語っています。羽田恵梨香さんはいじめに関して否定しています。いじめられているんじゃなくて、私が余計なことを言っちゃうから突っ込まれやすいの。解散の理由として不仲が原因と考えられますが、あくまで推測の域を出ません。
そこで他の解散理由を調べてみたら、全員二十歳になったら解散説、男の取り合いで解散説の2つがネット上で見受けられました。アイドルは永遠には続けられないから解散ってのは昔からの常道で、1978年のキャンディーズの解散以降、解散しないアイドルグループなんていなかったと思う。ここに関しては全員二十歳になったらってのが解散理由だったし、ここメンバーは現在どういった活動をされているのでしょうか。宮前真希、グループ解散後はフランスの料理学校に留学、さまざまな食関連の資格を取得しました。主な資格は以下の通りです。フードアナリスト3級、食育インストラクター、ジュニアスーパーフードマイスター。その後2010年には渋谷にカフェレストラン M ナチュール青山をオープン。子ども食育教室講師、レシピ考案など食を中心に活動中です。2019年4月には国際食学協会親善大使名誉理事にも就任。芸能活動は続けており、現在は女優としても活躍しています。また自身のブログを通じてファンとの交流も続けているとのこと。2018年には写真家の萩庭啓太さんと結婚しています。大野美希代、ココ解散後はソロ歌手として活動。2002年に事務所を退所し、その後は所属事務所の社長と結婚。2003年に男の子を出産。現在は芸能界を引退しているようです。羽田エリカ、グループ解散後はソロ歌手として活動。2012年に結婚と妊娠を発表して男の子を出産。しかし実際はシングルマザーであることを明かしています。結婚せずに未婚で出産していたとのこと。羽田エリカさん曰く、20年以上一人暮らしをしてきた中での出産と旦那さんになる方との3人の生活に戸惑ったということでした。つまり出来婚だったのでしょうか。初めての育児に不安を感じ、精神的に疲れてしまったんだと思います。別れた理由は子供が生まれ、それまで生じていたズレが一気に膨れ上がり、籍を入れるということも考えられなくなったからとのこと。三浦理恵子、グループ卒業後は女優として活躍。1998年に大人気ロックバンドダイヤモンドユカイさんと結婚するも2001年に離婚。離婚は三浦理恵子さんから切り出したそうです。離婚の理由については、仕事が忙しくなるほど会話も減り、一緒にいる意味がなくなったからと述べています。2015年に一般男性と再婚し、現在に至ります。瀬野おあずさ、ココ脱退後はソロとして活動するも1995年に引退してしまいます。1996年には当時横浜ベイスターズの石井拓郎さんと結婚しますが、2000年に離婚。その後写真集の発売や通販で CD 販売、芸能界に復帰しました。ですが現在の消息は不明だそうです。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。